ワールドフライデーをご視聴いただきありがとうございます。本番組のナビゲーターを務める CG ワールド編集部の尾形美由紀と申します。 CG ワールドフライデーは CG の情報を月1ライブでアップデートというコンセプトの CG ワールドレギュラー配信番組です。注目プロダクションやアーティストをゲストに招きながら最新号の見どころや CG 映像業界の動向をお伝えしていきます。番組を始める前にお願いがあります。本番組では視聴者の皆様のコメントや質問を受け付けております。ただですね、今日マッパさんが持ってきてくださった素材が大変豊作でして あまり質問にお答えする時間がないかもしれないんですけれども、まあいただけると大変嬉しくはあります。なのでなるべくお答えするようには頑張ります。はい、で続いて、視聴画面右側のコメント機能を使ってご質問は投稿してください。でですね、あと、画面キャプチャーによる録画録音は禁止させていただきます。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。番組終了後も現在ご覧いただいている CG ワールドの YouTube チャンネルにアーカイブが残ります。全部見れない、もう一度見たいという方はそちらをご活用ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。続いてですね、じゃあスライドの切り替えお願いいたします。本日の番組構成をご説明していきます。第1部は CG ワールド最新号見どころ紹介です。あ、私のピクチャー外してもらえますか。はい、2月10日発売の最新号の中から劇場版呪術廻戦ゼロをピックアップしてその見どころを紹介していきます。ゲストとしてマッパ CGI プロデューサーの旦那はゆうすけさんと作画アニメーターの藤本浩輝さんをお招きしています。途中に30分の中断を挟み、第2部はデジタルアーティスト注目機能報告会です。こちらはパソコン工房さんの協賛でお届けします。今回はリアルタイム VFX ツール、エンバージェンの使いどころと利点に迫ります。ゲストとして、プロダクション IG の高鴨ひろとさんと田中浩二さん、ステルスワークスの河野真也さんをお招きしています。はい、ではここからはですね、バンクーバーの若杉編集長と一緒にナビゲートしていきます。でまたカメラの切り替えをお願いいたします。なお、はい、ちょっと謎のインスタレーション感がありますが、はい、編集長こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。なおですね、編集長のいるバンクーバーは現在18日午前2時です。はい、深夜に働かせてすいません。大丈夫です。はい、はい、ではですね、またスライド表示していただいて、最初に CG ワールド最新号の見どころ紹介をお届けしていきます。アニメ制作の現在と未来と題して、国内外の事例からアニメの将来を、考える特集となっています。まず国内事例として劇場版呪術廻戦ゼロを20ページ、国外事例としてミッチェル家とマシンの反乱を10ページ、昨年12月開催のシーグラフアジア2021のセッション、アニメ作りの R&D 現状と今後のレポートを6ページという構成でお届けしていきます。編集担当は副編集長の藤井で、企画の経緯及び見どころとして、全3334文字のテキストを受け取っているので、一部抜粋再編集したものを読み上げます。あ、ピクチャー戻してもらえますか。はい、ここからちょっと藤井のトークが始まるので、若杉さんと一緒にのんびり読んでいきたいと思います。はい、劇場版呪術廻戦ゼロを手掛けたマッパさんはアナログデジタルの両方に対応できる優れた作画部を内包しており、その実力は2016年のアニメ映画この世界の片隅にの頃から際立っていました。加えて 3DCG 美術仕上げ撮影編集デザインの6部門からなる CGI 部も強力で、作画と 3D が融和した高次元のルックとアニメーションを実現しています。そんなクオリティの高い作品作りに加え、作品内にいい意味での異質な匂いや斬新なかっこよさまで、付け加えることができる点がマッパさんの大きな魅力だと感じています。現在放送中のテレビアニメ進撃の巨人ザ・ファイナルシーズンの今後や、テレビアニメ第2期を2023年に放送すると発表された呪術廻戦も楽しみです。今年放送予定のチェンソーマンは
マッパさんの良さが最大限に発揮される作品になるだろうと大いに期待していますと。このあたりの文章厚くてですね、3行3行じゃないな、30行ぐらいあったんでかなり削りました。はい、でマッパさんは CG ワールド的にも個人的にも今最も注目すべきアニメ制作会社の一つです。その最新作である、劇場版呪術廻戦ゼロ、今の日本における作画と 3DCG のハイブリッドアニメの代表格として取り上げたいと考えましたと、担当編集藤井が申しております。であとですね、もう一つ その特集の柱ですね。さらに本特集では劇場版呪術廻戦ゼロとは対照的な国外事例も扱いたいと考えました。ちょうど若杉さんが編集長に就任したタイミングだったので、ミッチェル家とマシンの反乱に参加した若杉さんを含む4人の 3D アニメーターへの取材を取り持っていただきました。本作はスパイダーマンスパイダーバースへののフィル・ロード氏とクリストファー・ミラー氏がプロデュースを手掛けたことで知られており、2022年第94回アカデミー長編アニメーション賞にもノミネートされました。CG を用いた日本のアニメ作品が国内外でさらに飛躍するためには、本作のような国外事例にも注目し、その作り方を学んでいく必要があると考えています。アニメ作りの R&D 現状と今後は、生産力や表現力の向上を目指した R&D に関する知見を共有し、日本のアニメ業界を、業界全体を底上げすることを目的に開催されました。本セッションの目的と今回の特集のテーマには共通する部分があったので、特集の中に組み込むことを決めました。というのが、藤井の申しておるコメントの一部抜粋です。一部が長いんですけれども。若杉さん、追加お願いします。そうですね。僕、個人的に、CG アニメーターとして、ミッチェル家とマシンの反乱に参加したんですけど、今回の、記事の中で、結構個人的に面白いと思ったのは、やっぱ日本のアニメと、海外の、いわゆる CG アニメーション映画 の対比みたいなのがすごく面白いなと思っていて、特に今回マッパさんに来ていただいて、この後もちょっといろいろお話をお伺いしたいんですけど、やっぱこう日本の CG アニメのこれからのこう作画的な道のりと、で僕らで言うと、スパイダーバースがあって、そこでこうちょっとトゥーン寄りというか、若干ちょっと日本の作画にちょっと近いような雰囲気で、なんか同じ方向性なんですけど全然違うみたいな、その対比はすごく面白いなと思っていて、個人的にミッチェル家もちょうどアカデミー賞のノミネートされたタイミングだったんで、アニメーターの方にもいろいろ取材して、すごくいい濃い内容になっていると思うので、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。はい。では続いてスライド、次のスライドいきまして、特別企画枠のホットスタッフの記事は、ミレニアムパレードボンダンス MV、 VR アクションゲームソングインザスモーク開発ティップス、花澤香菜ムーンライトマジック MV、 シーグラファージア2021以上の4本です。連載はゲームグラフィックスタジオが新女神転生5、VFX アナトミーが映画大怪獣の後始末、絶景イラストレーションが西尾優太サイド B メイキング編となっています。今月も自信を持っておすすめできる記事が盛りだくさんです。ぜひお買い求めください。よろしくお願いいたします。はい、ではここからお待ちかね、マッパ CGI プロデューサーの丹縄さんと作画アニメーターの藤本さんにもご参加いただきます。お越しいただきありがとうございます。カメラの切り替えお願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、じゃあ早速なんですけど、丹縄さん、まずは自己紹介からお願いいたします。はい、マッパの CGI プロデューサーの丹縄です。今日はですね、今発売中の、CG ワールドで特集されてます呪術廻戦ゼロの内容を、フォローしながら、紙面に載ってないような情報とかも出していきつつ、自分自身も楽しめたらなと思ってます。若杉さんとご一緒するのも楽しみにしてたので、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では続いて、藤本さんも一言ご挨拶をお願いいたします。はい、アニメーターの、原画、大体原画やってますかね。大体原画やってる藤本です。よろしくお願いします。
ろしくお願いします、はい、お願いいたします。結構呪術廻戦だと藤本さんははい、テレビシリーズも劇場版もやたらと国政のカットを担当なさってる印象がまあそうですね、やらされてるかもしれませんね。まあやりたいわけではないんですけどなんか黙っていると国選のカットが飛んでくるそうですねまあそうですね、勝手に向こうで決めてこうやれみたいな感じできますね、はい、はい。なので今回も今日もですね、藤本さんから持ってきていただいた動画は、国選のカットでございますので皆さん後でお楽しみいただければと思います。 で、ではですね、まず最初に劇場版呪術廻戦ゼロの特報映像をご覧いただきます。はい、じゃあまた画面切り替えでお願いします。こちら YouTube から流しております。僕は呪術高専でリカちゃんの呪いを解きます。はい、じゃあまたスタジオカメラに切り替えていただけますか。はい、で今の、特報映像なんですけれども、三角さんがお作りになったということで、そのあたりのエピソードがですね、まあ、CG ワールドの方にも載っているんですけれども、せっかくなので丹那さんからまたご説明をいただければと思います。そうですね、ティザーの映像に関しては、まあ、監督の意向もあって、まあ、三角さんの方で、まあ、スタートからですね、コンテからなんですけども、お願いして作っていただいたというような形で、まあ、弊社の作品結構いろんなところでお願いしている間柄でして、まあ、かなり確信を持っていい映像にしていただけるというところでお願いさせていただきました。はい、で背景はあれブレンダーで作った 3D だそうですね。呪術高専 の、 敷地内の 白い壁が両サイドに続いてる。そうですね、なんか根底とかでもそうだったんですけど、まあ、最初に呪術廻戦ゼロとして の、 初めて出る映像だったので、コンセプトとして指輪っていうのを一つ の、うん、キーにして、キーアイテムにして、まあ、そこをぐるぐる回り込むような映像にするというところもあって、じゃあ背景は 3D でやろうと。で三角さんはブレンダー選択されてたので、ブレンダーを使って背景に関しては造形していったというような感じですね。うん、はい。でその背景の、だから三角さんがブレンダーで作った背景のデータがそのまま藤本さんにパスされたんですよね。あ、そうです ね、はい、そのままパスされて、そのままブレンダーで、レイアウトを切ってます、ね。なんか出てきた場所もやっぱ本編に出てくるシーン の、 ティザーになったので、これも本編でも使えるじゃんという話で、監督からもこれも現場のスタッフに渡して、これでカット作っていこうよというような流れがティザー作っているところに出来上がっていったような感じですね。そう、今回ですね、その藤本さんにゲストとしてお越しいただいたのが、その作画のアニメーターなんだけれども 3D で自らもブレンダーを使って背景のレイアウトを作ってらっしゃるって話で、まあ、そんな方がいるんだったらぜひお話伺ってみたいということで、タンナーさんにお願いして、はい、藤本さんお連れいただいたんですけれども、で聞いてみたらですね、まあ、なんかパク監督から降ってきたから、まあ、半分なんか成り行きで使い始めたみたいな話がさっきありましたよね。あ、そうですね、まあ、使うつもりはなかったですけど、まあ、しょうがないですね、パクさんがなんかデータを送ってきて監督がもうデータを送ってきて、これでなんかいい感じにしてよみたいな感じだったんで、もうしょうがなく勉強した感じではあります。はい、じゃあそうやってこう作られたカットの、まあ、制作途中の動画を、まあ、今から、お見せをしたいと思います。でまた画面の切り替えお願いいたします。今からお見せするのがですね、約1分5秒の、まあ、カットでして、シーンですね、カット277から298までの約1分5秒間のシーンの動画をお見せいたします。
はい、ここまでですね。まあ、この後の動画もいただいてるんですが、まあ、順番に再生しながらお見せしていきたいと思います。じゃあ続いてですね、このカットの中で CG ワールドでご紹介しているのシーンの、BG をお見せしますね。でこれが 3D の、 その、藤本さんがブレンダーで作られた、レイアウトになりますね。はい、これだけなんですけど、今上映されたカットのどこで使われてたかっていう、あ、カットじゃない、動画のどこで使われてたか、皆さんお分かりになりますでしょうかね。もう一度お見せすると、5、5だから、この辺からかな。今の BG 使ってたのが、こっからですね。はい。ゲドウが、地面に、なんか落下するカットですね。はい。はい、っていう。これは、どういうふうな段取りで作っていたんですか？まあ、基本的には作画先に書いてですかね。結構3人、まあ、1人じゃないですけど、まあまあ3人いるんで、結構収まりが大変で、入ったり出たり入ったりみたいな感じなんで、それぞれがまあ視聴者側から見て結構いい収まりになるように、まず作画を書いて、でその都合がつくように、BG で 3DBG でカメラを決めていったみたいな感じになりますね。若杉さんなんかは背景全部 3D で作ってるから、こういうのって意外というか、そのどうやって作ってるか想像がつかなかったんじゃないですか？そうですね、やっぱこういうショットってやっぱCG でも先にカメラつけるか、先にキャラクターのアニメーションつけるかでケースバイケースだったりするんですけど、なかなか面白いというか。じゃあ今のお話ちょっとお伺いしてもいいですかね。はい。その先に作画を作るっていうことだったんですけど、やっぱその時点で、あ、やっぱカメラはまだないにしても、カメラの動きはやっぱもう頭の中であってってことですよね。まあそうですね。基本ちょっとだけ書いてはいますね、背景自体。ああ、なるほど。なんか、はい、壁の位置、地面の位置、あ、はいはい、まあ、木この辺に来たらいいなみたいな、もういろいろ書いて、まあ、結局微妙やなってなって全部没にしましたけど、まあまあ一応書いてみはしました。はい、はい、これずっと流れるんですか？僕あんま見たくないんですそう、作りかけをね、見据えらさせられるの辛いってさっきもおっしゃってましたよね、裏でね。見たくない映像です。なんかこれまでのこういう映像って、作画さんがやっぱり 3D 使うことっていうのはほとんどこれまではなくて、基本的には 2D でレイアウトの中でカメラワークと、あとキャラのお芝居っていうのが原画レベルで入っていて、その後 3D にレンズが渡ってきて、その後背景の 3D を 3D 側が CG 枠で詰めていくというような流れが、まあ、通常というか今でもまあそれが通常基本路線ではあるんですけど、今回みたいにあらかじめ 3D の背景の動きがついている状態で 3D に来る場合は、一旦これで方向性としては決まっていて、ただ作家さんから、まあ、このカットとかもそうなんですけど、申し送りでもうちょっと早く引きたいとかっていうところのコメントっていうのが 3D 側に来て、そこから更新してチェックに出すというような形で、まあ、かなりそうですね、そうするとトライアンドエラーがかなり少なくて、まあ、着地点が最初から全方面分かってる中で作業するっていうことになるので、まあ、テイク数は少ないですね。ただまあ CG 屋的には悩んでいろいろこねくり回す時間がなくなるんで、もう本当にただこう仕事をガンガンやっていくみたいな感覚、ちょっと楽しいとこをちょっとね取られてるところもあるんですけど、はい、まあでも時と場合によってこういうシーケンスとかの時はまあ、何度も何度も CG 側もやり直したくないよみたいな、昨日言ってたことと今日違うじゃんみたいなこととかも起きたりするんで、そういうのがない分、まあ神経的にはね柔らかく仕事はできたかなっていう感じだと思います。すみません、僕のもう一つだけお伺いしてもいいですか？はい。やっぱこういうシーンで僕がすごい気になってしまうのが、やっぱ作画だと結構自由にパースとか奥行きとか表現できたりとかすると思うんですよ。はい。それでなんかそのあたりで、まあ、今、田中さんがおっしゃっていただいたように、多分作画の方の方から CG の方にこう、もう少しこうしてほしいっていうところで、
なんていうかこう、ファーストだったり奥行きとかに無茶ぶりとかあるないのかなとか思ったりしたんですけど、それかもしくは作画のアニメーターの方でなんか本当だったらもっとこういうファーストにしたいのに CG でリアルな絵を作ろうと思うと難しいみたいな、なんかそういう手書きだったらもっとできるんだけどみたいな、そのなんていうかな、ちょっとかゆいところに手が届かないとか、そういう感じとかあったりとかするんですかね。それはまあたまにありますね。やっぱきっと嘘つけないんで、はい、結構そうですね、見えてほしくないなみたいなところが 3D だと見えちゃったりするんですけど、はい、まあ、今回も初めから 3D で作るって決めてたんで、はい、なるほど、立ち位置的にもあの見せたくないものは見せないような設計にしてはいたんですけど、まあちょっともうちょっとこうしたいなっていうのはあったっすけど、でも 3D でもできないことはほとんどないかなって思います、ね。あ、そうなんですね。まあ高さずらしたり、例えばこの壁とかちょっと埋め込んでみたり、広角だったらすると、まあ、もうちょっと良くなったかなとは思うんですけど、ちょっと僕ブレンダー触ったのが ほとんどなかったんで、今まで結構無理やりカメラだけひたすら Google 先生に聞いて覚えてやった感じなんで、本当はもうちょっとか壁とかいじりたかったなってところはありますね。ああ、なるほど。はい。結構そうなんですね。なんかもっと、なんかもっとすごく文句が出るというか、あの、フラストレーションというか、もっとこうしたいっていうのがあるのか、ちょっと思ったんですけど。まあ、でもこっちで画角が決めれるっていうのはすごいいいですね。自分で画角決めると全然不満がないかも。しんないですね。やっぱ他の人が決めた 3D だと望遠と広角は結構ちょっとイメージと違うことがあるんで、あ、なるほど、やっぱり画角を自分で設定できるっていうのはすごい、やっぱ 3D 今回ちょっと使ってよかったなと思うところですね。ああ、じゃあやっぱり先にこう作画のアニメーターの方の方でこう CG に触れるっていうのは結構メリットが大きい。ああ、結構大きいと思います。普通に 3D 使わない人でもまあ触ってみると結構面白いなっていうところは多いと思いますね、だいぶ。あ、いいですね。はい。アニメーターの方が CG にこう、どんどん入ってきて。いや、そうですね。だいぶ教えてほしい感はあるかもしれないですけど。ありがたいです、こういうところ。本当、特にここ2年ぐらいすごい増えましたよね。そうですね。プリビズを 3D ベースに作るっていうシーケンスとか、まあ、オープンエンドとか昔からあったりしたんですけど、割と本編の中でも使うようになったりとか、うん、っていうのがすごい増えてきたなっていうのを感じてますね。あの、これ、あの作画さんがあの 3D で組むんでとか、演出さんがもうレイアウト切っちゃうんでみたいな、3D でみたいな、すごいそういうのが増えてきたなっていう印象です。そうですね。僕自体今ここになんか 3D 一緒に使ってるみたいな感じで出てますけど、実際もっと若手のアニメーターとか、もうほんと10代とか20代とかぐらいのアニメーターはもうめちゃくちゃ僕の100倍ぐらい 3D 使いこなして自分でやってる人とかいるんで、うん、それに比べればマジで僕はゴミみたいなもんです。いやいや、あの、初めてのブレンダーでこれはすごいと思いますよ。まあまあ、もっとすごい人もいっぱいいるんで、まあちょっと、まあちょっと、慣れたみたいなところあるかもしれないですね。自分の画面見ると、うわ、あの人やったらこうもうちょっとできたかなみたいな、ブレンダーでっていう、なんか、まあ、まあ作り手側の心境はありますね、やっぱり。じゃあ続いてですね、カット299からの50秒間も流しますね。じゃあちょっとあの、これ初出しなので一旦ピクチャー外していただいて、皆さんご堪能ください。はい、ここまでですね。
おっこつくんが壁にぶっ飛ばされて、ゲトウさんが三節棍を振り回してきて、さあどうなるっていうところまでですね。でですね、ここはですね、CG ワールドでご紹介しているのが、さっきのおっこつくんが壁にぶっ飛ぶカットでして、あれの最初の 3D のレイアウトが恒例ですね。で、実は結構ファイナルと変わってるので、もう一度ファイナルをお見せしますね。おっこつくんのこれかな。はい。確か044からだから、この辺からですね。この後ぐらいからなんですけど、ちょっと駒送りにしますね。で、こっから飛んで、結構これは 3D のスタッフの方で直したそうですね。あ、そうですね。今は、まあ、どっちも多分僕が作ったやつなんですけど。あ、そうなんですか。そうですね。ちょっと引きが遅いくないですか、うん、なんか気持ちよくないっていうか、なんかもうちょっと激しく吹っ飛んでほしいけど、うーんって感じのところで、なんか 3D さんの方に地面を普通のこの設定よりなんか3倍ぐらい長くしてもらって、もっとバーって引いてる感じにしてくれませんかみたいな、なんか注文をつけた感じではありますね。同時サイズしてもちょっと分かりにくいかな、うん、多分どっちも動くのじゃないですか、ね、多分 3D さんが作ったやつはもっとガーって引いてるんで、あ、多分もっと引いてるかなって感じで、本番だともっと引いてる、うん、本番ではもう全然もっと引いてると思います。あ、最終的な映像ちょっと持ってきてないんであれなんですけど、まあ本当バーンって飛んでいくのに合わせて、あの背景もう数倍引いてるっていう感じですね。そうですね、なんか人の手が入ると結構満足しちゃうんですよね、自分のカットでも。自分だけでやってるとなんか、まあ、まあ自分っぽいなみたいな感じでそんなに好きじゃないんですけど、やっぱ人の手が入って良くなると結構こっちもすげえ気持ちいいですね。そこのシーンだけ下を床を長くしたってことですか。あ、そうですね、床を、建物の幅をかなり長くしましたね、うんうん、まあ、実際の設定とは違うけども、そのカット用に、あの引くために長くしてるみたいな感じですね。 そうですね。それってちなみにどれくらいの割合でやるんですかね。結構全部でやると本当にちょっと大変じゃないですか。あ、本当は全部でやりたいですね。そうできれば、はい、そうですね、壁の高さと地面の高さは割と変えたい部分ではあるんですけど、でもまああんまりこだわりすぎても終わんないんで、はい、まあまあちょっと目立つところだけみたいな感じですかね。ああ、なるほど、はい。そこはでも作画のアニメーターの意見を聞いて、あの取り入れられるのがすごくいいですよね、うん、方向性がやっぱり誇張するにしてもこう分かりやすいというか。そうですね、はい、まあ、たまになんか 3D さんに任せてなんかいい画面にしてくんねえかなみたい な, なんか勝手な期待抱いて適当にやってる時もありますけどそれはちょっと申し訳ないところであります。まあでもやっぱ坂田さんからあのもうちょっとこうしたいみたいなオーダーあると 3D 側はやっぱそれ叶えようとやっぱしますし、ね、うん、ここでまたいいで、ね、うん、もうちょっとこうなりませんかっていうやり取りもやっぱできるのは、うん、あの現場ではいいなというふうに思ってますね。それがやっぱ作画と 3D と両方あの持ってるところのメリットかなと思いますね。そうですね。しかもなんかそれ先に作画があるのっていうのがすごくいいですよね。なんか、なんか先にそれが CG が来てしまうとなんか結構制約にどうしてもとらわれちゃう気がするんですけど、うんうん、あ、そうなんですね、はい、やっぱ CG ベースだとあの無理なことはやっぱしせずに、はい、なるべくカットをできる制約の中のカットワークというか、で積み重ねていってっていうことが多いんですけど、あ、なるほど、絵ってやっぱもうめちゃめちゃに気持ちよさ優先して変えちゃうじゃないですか。でもうそれ達成するには 3D めちゃくちゃに変えなきゃいけないんですけど、そのや変えるっていう前提がないとやっぱなかなか変えづらいとこが、やっぱ CG ベースのレイアウトのちょっと硬いところとかっていうのにもやっぱつながっていくんですよね。なるほど、うん、そうですね。結構床と壁の高さ変えたいなって思うことは多いですね。やっぱ
これもそうなんです、今のカットもそうなんですけど、キャラのやっぱ視線に行くように壁の高さも全部合わせてるんですよね、気持ちよく。この辺りですか。そうですね、この壁の高さが乙骨とゲトウの、まあ、頭ら辺に横切るように、まあこれすごい基本的な、まあ普通なレイアウトの置き方ではあるんですけど、まあ乙骨の方が手前なんで、まあ左から右に上がるようにこの顔を横切るようにレイアウトを切ってるみたいな感じのところに壁を置きたいみたいなのがやっぱ作画だとあるんで、そこで 3D に合わせるの難しい時もありますね。今のシーンはちなみに合わせてたんですか、最終的に、それともそのままだと。あ、いやもうあんな感じで普通に合わせたと思います。あっと若杉さんが事前におっしゃってたのが、あの多分ミッチェル家と比べての話だと思うんですけど、てかミッチェルとかその3、あと、まあ、バンクーバーで作ってるような映画と比べて、まあ、クロスアップのカットが多い点が気になったっていうのをおっしゃってましたよね、はい、あ、そうですね、アクションシーンで、あのもう少しこう広角レンズとかにカメラ引きで見えるようなショットが多いんですけど、アクションシーンだと結構そのあたりはなんかちょっと面白いなと思います。カメラに結構近いというかキャラクターが、あー、まあ 3D だともうちょっと望遠にするってことですかね。まあそうですね、キャラクターのアクションが全体映るようなカメラワークだったり、はい、あー、そうですね、はい、まあこれ特に作画と 3D で合わせるときの問題なんですけど、はい、あ、なるほど、はいはいはい、その 3D は、はい、1コマなんですよね、まあ、24、はいはい、あ、まあでも劇場だと30フレームにするのかな、やっぱり1コマ、まあ、作るときは24フレームで作るんですけど、 3D はやっぱ24フレームパンパンでできてて、はい、作画はほとんど2コマか1コマ、たまに1コマみたいな感じなんで、はい、どうしても足元がずれるんですよね。あ、なるほど。そうなんです、足元がずれるから引きのカットもできるだけ着地してる時間が少ないような制約はやっぱりアニメってかかっちゃうんですよね。あ、なるほど、はい、そうですね、こういうなんか染めの BG だったらいいんですけど、うん、はい、やっぱ背景 3D が動いちゃうと足元がずれて、あ、そうですね、結構、はい、滑ってるって、まあ、なんかよく言う人がいるんですけど、うん、その、はい、地面は動いてるのにキャラクターは動いてないんで、この辺は結構引きが、まあ、たまに引きが少ない理由にはなってるかもしれないですね、うん、アニメで。あ、でも確かに言われてみると確かにそういう風に見えますね。そうです、足元はかなりアニメでは鬼門なんで、はい、難しいところではありますね。まあ、割とそうですね、背景それで作画に合わせて2コマにすると今度背景がかくついて見えたりするんで、あ、背景はやっぱフルコマでやることが多くて、まあ、ただフリッカーみたいにそのカメラが左に振っててキャラも左に動くとやっぱ2コマ分で1コマずつずれてガタガタガタって見えたりするんですけど、その時は作画は2コマだけど位置だけはあのコンポジット時にずらして、あのフリッカー起きないように設置がずれないようにあのしたりっていうのは、あのすごい目立つカットとかではやったりしますね。ただ俯瞰、そうですね、パースが複雑だとあの追っかけていけないところもあるんで、そういう冒険はあまりしない傾向に、確かにあの変に見えちゃうのはちょっとあえて外すみたいなところはあるかもしれないですね、うん、まあでもそのフリッカーが好きみたいな人もいるんですけど、あ、そうなんですね。それは難しい。そうですね、はい、じゃあ続いてこれが終わったら次の動画を流しましょうかね、うん、はい、はい、お願いします。で、まあ、壁が爆発、壁から煙が上がってその後どうなったっていうのがこちらになります。
はい、ここまでですね、うん、この段階でもえらい勢いで黒線が炸裂してますね、うん、いやかっこいいっすね、かっこいい、かっこいいねいや僕はもう見たくないですでちょっと最初戻す。で、あのこれをですね、まあ、昨日から今朝にかけて若杉さんたちと一緒にこう見てて、結構イマジナリーライン飛んでるねって話になって、先ほど裏でいろいろその話を聞かせていただいたんで、ちょっと今からその話を展開していきたいなと思ってます。で、イマジナリーラインについて簡単にご説明をしますと、まあ、キャラ A、キャラ B がいて、手前に、あ、キャラ A とキャラ B を直線で結んだのがイマジナリーラインです。で、カメラが例えばその直線の手前にいる限り、そのラインを越えてはいけないっていう映像のお作法があるんですね。なぜ越えてはいけないかっていうと、越えるとお客さんがですね、その舞台のこう全体情報を頭の中に思い描きにくくなって、自分はどこを見せられているのかが分からなくなる。映画の中で、映像の中でお客さんが迷子になりやすいから、イマジナリーラインというのは極力越えないと。キャラ A、キャラ B の間の線の向こう側にカメラを置かないっていう、まあ古典的な映画のお作法があるんですね。映画とか映像作りのお作法が。で、ただそれを超える、わざとイマジナリーラインを超えてる映像っていうのは過去にも山ほど作られているんですけれども、本作においても結構大胆に超えてたんですよ、これを見てた時に。なのでそこをちょっと検証していこうかなというのを今からやります。で、まずその壁にゲトさんが三節棍を打ち込んで、あれ乙骨くんいないぞーで、こうカメラがじわーっと左行って、次ですね、はい、ここでこの次のカットでイマジナリーラインが超えてるんですよ。で、もうカメラが最初左から撮ってたんですけれども、右から撮ってたんだけど左に変わってるんですね、ゲドウさんの。で、ここはどうでした、藤本さん。どうなんですかねこれはマジで僕も思ってたことですね。なんでこれカメラ反転してんだろうみたいな。そのコンテ段階、まあ、パクさんがコンテを書いてるんですけど、大体パクさんこの A、 今で映ってる A が1枚入ってたりするんですよね。前のカットもなんかあれが1枚あって、次のカットこうなってますよみたいな。これなんかイマジナリーライン超えてんなみたいな、作中の時も実際言ったと思うんですよね。言ったんですけど、まあまあいいんじゃないみたいな感じで本当に大丈夫かなって思って結構やったカットが多いんですけど、このカットも意外とゲトーが立ち上がる動きがあって、それにやっぱ見てる人ってこう目で追っちゃうんで、すごいイマジナリーライン超えてることがあんま意識できないなって思った時に、あ、これはパクさんのコンテがすごかったなと思ったですね。やっぱこっちの収まりはこういう感じで見せたいじゃないですか、このゲトーのなんか隙間から2人が覗いてるみたいな。こっちはだからそのおこつくんの視点ですよね。そうですね、やい逃げたったみたいな。ここで越えましたから ね、ここで越えて、で向こうにこうリカちゃんに抱っこされたおこつくんがいるという。そうですね、でも絵的なかっこよさは分かるんで、なんかやっぱここのなんか変な真ん中の隙間からちょっと覗かせると気持ちよさそうだなみたいなのはあるんで、まあ、動きが入ると意外と越えれるなみたいなところはやってる時にはありました。そうですよね、ここからその要はこうゲトーの動きがこう体を傾けてるゲトーがいて、カメラがじわーっと動いて、動きは連続性があるんですよね。そうですね、ラインは超えてるけど、まあ、なので私もですね、劇場で見た時には一切気になりませんでした、うん、昨日一コマ送りで解析しててあれっていうね思ったんですよね、うん。まあ、特にキャラの動きもそうですけど、あのエフェクトのね、あの煙とかの動きも入ってるんで、それであの左右に振られるんで、まあ、ちゃんと切り替わったっていうのも視聴者的にもあの情報量あるから、まあ、そんなに迷子にならずに済むんじゃなかった、うん、済まなかったってことだと思いますね。で、まあ、あともう一つ面白かったのがこれですね、はい、あの皆さん劇場版との差分違いを思い出しながら見ていただきたいんですけれども、まあ、まず正面から乙骨くん取って、左から乙骨くん取ります。でまた正面から取って、左の目にアップにこうズームアップ、あのズームアップっていうかな、していくんですね。で左の目アップで、はい、でここでイマジナリーに超えましたっていう一連のカットなんですけれども、さっきまで左で撮ってたんですけど、左側の目のアップの後で今度右にカメラが動いてるんですね。
これあの本番だとこうじゃないそうですね。書き直したそうで、まあ、これは右目左目アップになってるんですけど、右目アップになってるんですよね、はい、本番だとその今これこの段階制作途中だと左目アップですけど、これわざわざ右目に書き直したんですか？そうですね、多分この前のシーン、ああそうですね、左肋骨が右から左に向いてるけど、この次のシーンから急に左から右に動いてるみたいな、うん、結構ベクトルががっつり変わってる、うん、ここで左から右になってるんで、あれこれ肋骨かゲトウかみたいな、結構謎になっちゃうカットではあるんですけど、まあでも左目だとなんていうんですかね、左目アップだと右から左に行ってる感じしませんか、ね、なんとなくなんですけど、そうですね、右から左にカットじりわって行ってる感じするんですけど、右目だと左から右なんですよね、うん、もうここで結構イマジナリーライン的なところは超えちゃおうかなっていう、うんうん、これを右目にすることで、まあこれパクさんに何も言わず変えちゃったんで、うん、となんか意外と通ってびっくりしたんですけど、うん、まあ気づいてなかったかも本人は普通に右目にしたら、まあ、ベクトルが次のカットと同じなんで、うん、そうですね、そうですね、目のベクトルと次のカットのベクトルを合わせることで、まあ、もうちょっと気持ちよく視聴者の方見れるかなっていうところは結構意識したかもしれないですね、うんうん、いやその辺のこの下りが面白いなと思ってね、うん、若杉さんさっき聞いて面白かったですよね。そうですね、はい、まあ、でもこれは結構悩んだカットですね、はい、はい、あ、いや、結構イマジナリーラインとかは最初に結構気をつけるポイントだったりするんで、はいはいはい、あんまり破ることはこっちだとあんまりしないんですよ、ね、うん、あ、僕もあんまりしないんですけど僕もあんまりしないんですけど、やっぱパクさんが平気で超えてくるんででも結構聞いても濁されること多いんですよね、なんか意図的なところは、うん、で、まあでも結構画面にしてみると意外と気持ちいいなみたいなところもあって、まあ、自分が超えれないところを結構パクさんがもうノーマルで超えてくれるんで、割とその辺はありがたかったかもしれないですね、うん、自分だとできないことですからね。特にやっぱアクションシーンってまあカットも短いじゃないですか、うん、そうですね、なんで、うん、なんかその位置関係脳に残る前に勢いで左に右に行って戦いになっていくみたいな、はいはい、特にバトルシーンとか会話シーンとかだとちょっと混乱しますけど、バトルだともうそもそも早いからみたいなのもあるかもしれないですね、はい、でもそのあたりもやっぱ作画が先にこう入るっていう部分で、だからこそ逆に残せたっていう部分ですよね、おそらくなんか先に CG が入るとそこに直されちゃう気がなんかしましたね、うん、本当は。あ、そうですね、意外とつなげてみるといいなってところはあったですね、はい、まあ、作画は基本気持ちよさしか考えて、あ、それはちょっと敵作るなあ、でも確かでもその絵としての見せ方優先というか、うん、なんかそのあたりはこうこのやり方だからこそ残っているっていう部分ですよね。そうですね、うん、なんかいいなみたいに感じたことは結構そのままやっちゃうこと多いですね、うん、なんか理屈よりも多分自分のセンスを信じてないと、特にアニメーターってまあやっぱフリーの方多いんで、結構自分のセンスを信じられなくなったらもうきついんですよね、やっていくのもなんで割と結構個性強い人も多いし、まあまあそれに合わせて今回は特にやってる感じはありますね。はい、まあ、でもおかげでダイナミックなカメラワークになっては、この狭い空間の中でなんかすごい広く感じましたよ、このあの、この戦いの場が。あ、そうですか。結構それはそう感じてくれたらいいなみたいなことは思って 3D は動かしてましたね、うん、やっぱこの 3D のところのやつを全部描いちゃうとどうしてもコスパとか考えちゃうんですよね、うん、うわこの排気描くの しんどうみたいな、あと何分で描けて残りのカット何カットで
このカット何日間で終わらせないといけなくてみたいなことを考えてると、どんどん結構描くの遅くなってくるんで、逆に今回 3D だしガツガツでいいやみたいな、 3D がまあ頑張ってくれるやろみたいな3D やんがまあちょっと頑張ってくれるやろみたいな、ちょっと安易な考えで割と広めに空間取ってるかもしれないですね。そうですね、なんかもともと根底というか CG 打ちしたときに、あの本当は 3D 背景ってこんなに多くなかったんですよね、もともとは。それがまあ3倍ぐらいになったのかな。で量が増えて、まあ多分やっていく中でその方が気持ちいいっていう、映像的に気持ちいいっていう、そっち優先でやっぱあの現場にも 3D カットが増えるという前提で、はい、あのもう待ち構えてたみたいなところもあったんで、まあ、やってるとおもろいんですよね 3D、うん、やっぱり結構食わず嫌いな感じ でしたけど僕も実際、僕一回 3D でブレンダーで作ったことあるんですよ、全部レイアウトを、うんうん、あの単発の、まあ、別の全然別の作品で作って、まあ、演出にボロカス怒られたみたいな時があって、まあその仕上がりがまあかなりあれだったんでまあしょうがないところなんですけど、まあ僕が悪かった話なんですけど、それ以降結構ブレンダー 3D 作んのめんどくせえなみたいになっちゃって、どうせボツになるしなみたいなところもあったところで、まあ今回やっぱ前回ちょっと失敗してたんで、それも踏まえて結構がっつりやれたのが良かったなって感じしますね、うん、今回うまくいって良かったなって感じですね、うん、よかったですそう思って、そうと最終的にもじゃああと少し、今まで 3DBG の話をがっつりしてたんですけれども、うん、まあ、ここからは CG ワールドの紙面もお見せしながら、うんうん、あの若杉さんが特に気になってたこと、ムカデの話を少ししたいなと思うんですけどもともとムカデさんってあの作画でやる予定だったんだけれども、まあ、あのいっぱい出てくる要因で 3D で作ったらその出来が良くて全部 3D になったっていう話でしたね。そうですね、もともとはあの、まあ、作画でもともとやるのきついなっていうのは監督からあって、で、まあ、CG 使う予定ではあったんですけど、うん、あの全部を CG でやる予定ではなかったんですよね、うん、あのもう大量に出てきてもう描けないわっていうところは CG でフォローして、じゃ あの大量に出てくる前提でモデルも割とあのポリゴン使わずに軽い感じで作りましょうみたいなところでやっていて、で最初にあのテイク1で上がってきたものが割とあの設定に忠実にあの作られていたので、あこれだったらもうちょい手前でもいけるかもっていうところ であと樹齢なんであの線にちょっと墨っぽいあの処理が入ったりとかテクスチャーが入ったりもするんで、あの最終的にルックも今の CG の上がりよりもあの向上するっていうのも分かってたんで、あじゃあちょっとよりも CG でというところで結局全部 CG でやれるようになったのかなっていう感じですね。なんか若杉さんがこのムカデのリグをやたら気にしてましたねいやこういうリグってなんかすごい難しいですね、扱いがアニメーションするときに。やっぱ足がすごい多いですし、関節が多くて、でなんかこう設置したりとか、なんか物と物がぶつかったりするっていうところで、あのこの前のもう少しあの反応さんにもあのお話ししたんですけど、結構日本のリグってすごいなんか高機能なリグがすごい多い印象なんです。なんかあんまりこうリグってこう海外で実際仕事でどんなものが使われているかってこうあんまり情報共有する場所がないと思うんですけど、なんか実際僕らが仕事で使っているリグとかと比べてみても、なんか結構あの本当日本のリグってすごく高機能でやっぱ優しいリグが多いというかアニメーターがこう使いやすいように作られているリグが多いんで、なんかそういうのも含めてなんか今回ちょっとそのリグのセットアップちょっと気になっちゃいましたね。うん、はい、なんかその話そうですね、前回若杉さんに打ち合わせの時におっしゃっていただいて、はい、ああそういう感覚なんだって思って、はい、なんか僕勝手にあの海外のリグってもうすべてもう備わっててアニメーターがもうあのストレスなくグリグリやれると思ってたですけど、意外とあの日本 のアニメ CG のリグもあのいいっていうことを伺って、ああそうなんだなって思いました。そうですね、なんかしっかりこう使いやすく作られてる感じですね、すごく。はい、そうですね、まあ、このムカデに関してはリグ2種類あの紙面でも紹介されてるんですけども、あの2種類あって、まあ、単純にあの大量に出てきてあのスプライン上をこう張っていけるような感じの仕組みのものと、あともともと作画でやる予定だったところがあの CG になったあの登場する足とか動かしながらあのフォルムを作るようなところにもあの対応したリグっていうのも作っていて、
まあ、それであの2つ使いながら使いどころを分けてあのやってましたね。やっぱ作画でこういうの書くのきついっすもんね。いやきついっすね、マジでやりたくないっすね。しかも大量に出てくるからそうですね、うん、まあ、でもすごいなんか 3D 使ってて思ったのはやっぱ容量が少ないのっていいなって思ったですね、うん、こういう感じですごいやっぱ分かってる人じゃないと容量を減らせないじゃないですか、うんうん、こういう 3D って。もう僕自分で作った時めちゃくちゃ容量でかくて、ね、うん、やっぱこの技術欲しいなってなったっすけど、まあ、教えてほしいですね、うん、マジで。そうですね、まあ、こいつは本当に大量に出てくる前提だったんですよね、はいはい、うん、だ用途に応じた後フレームにどんぐらいのサイズで映るかとかによって、はいはい、あの軽いモデル用意したりとか、うん、ううやっぱりしますね。結構 3D で感動すること増えましたね。あなるほど、そうなんですね。このあたりも逆にあのさっきの BG と同じなんですけど、あの作画だったらできるのにみたいなこととかってあったりしたんですか？そうですね、まあ、やっぱ CG あの狙わないと本当にやっぱ硬くなっちゃうんですね、動きが、まあ、あー、3D アニメーションそうだと思うんですけど、はい、やっぱり、はい、あの狙って変に歪めたりとかあのしないとちゃんと絵を成立させた感じでやると、うん、どうしてもあの絵に比べて表現があの絵っぽい表現にしてるので、はい、余計にというかあのあ手書きじゃないなっていうのがこうバレやすいというかっていうのがすごいあって、あの普通に綺麗にわーっとこう上がってくるような動きとかだとやっぱあの手書きっぽくないですよね。あ、ちょっと位置ずらしたりとかあのしないと、うん、収まりちょっと変えたりとかっていうのは意図的にあの全部じゃないんですけど部分的にそのずらしを入れないとらしくならないなっていうのはありますね。これそういう部分も、あ、ごめんなさい、あ、すいません、だ、どうぞ。あ、そういう部分もリグでもできるようになっているってことですよね。その歪めたりとか。そうですね、 ある程度はずらしたりとか、まあ、あのそれでもやっぱりあの形が変わらない部分に関しては変形かけたりとか、まあ、最終的にコンポジットでちょっと歪めたりとかっていう最終手段としては、まあ、はい、ということもあって、あのとにかく綺麗になりすぎないようにするというようなところですね、まあ、でもこの樹齢に関してはあのライン自体がやっぱ樹齢処理であの筆っぽくなってもともと歪みが出るんでそこまでは意識してなかったところはありますけどね、はい、キャラクター普通の人間キャラクターとかの場合はそのまんまやってるとやっぱ硬くなっちゃうありますね、はい、でもこの CG ワールドの中でもそのムカデさんがですね、あの最初の頃結構背筋ピーンと姿勢のいいというか一直線ムカデだったのが、作感が入ってこう滑らかなカーブにしてくださいっていう修正 CG が入ってで柔らかくなったっていう下りを紹介させていただいてて、うん、そうですね、その CG と作画が融合したっていうマッパさんの本領がここにも出てるなって思いましたね。そうですね、なんか最初に作画からの当たりもあったりするんで、あの 3D のディレクターの方でもあの 3D のアニメーターからの上がりに対してもう絵でやっぱ修正入れてあの戻すっていうのはやっぱありますね。あの割とテキストベースで CG ってあの戻すこと多いんですけど、やっぱちょっと絵で描かないと絵で描いて戻さないと、うん、あの伝わらないことも多いんで、ちょっと意識的にそうする伝わりづらいところは絵で描いて戻すように 3D 側でもするようにしてますね。じゃあ、あと、まあ、せっかくなんで撮影もスライドは用意してあるので、うん、少し特に撮影は劇的ビフォーアフターがすごいですよね。そうですね、まあ、あの変えりゃいいってもんでもないんですけど撮影って、まあ、変える前提であの素材を用意しているところに関してはあの予定通り変えてもうちょっと持っていこうかとかっていうのは後で調整したりとか、ちょっと盛りすぎて白飛びしすぎて見えなくなっちゃったねっていうのはあの逆に抑えたりとか、なんでそうですね、結局あの連続してみたときにあのちゃんと何が起きてるか分かってで絵的にも良いというところがゴールではあるんで、やっぱ盛りすぎていくとあの方向を見失うというか、あれなんでこれ今こういう風に明るくしてたんだっけとかあのっていうところもあるので、その辺はやっぱ他の人のあのチェックとかを経てあのここのカットの大事にしたいところはここですと言ってアジャストしていくようなところはありますね。まあ、掲載してるのは特にあの変化が大きいところをあえてあの載せてたりはするんで、全部が全部あの変えりゃいいっていうもんじゃ全然ないんですけどね。あ、作画って結構撮影に期待しちゃうんですよね、うんうん、撮影でうまいことやってくんねえかなみたいなそうですね、なんか撮影がするとあこの絵がいいから残そうみたいな結構あったりしますね。でもそう、もっとやっちゃってくださいって言われたりはそういうことあります、ね、撮影が決まった時が一番気持ちいいんですよね、うん、この乙骨の黒線で振り切ってるところのなんかエフェクトなんですけど、うん、これ僕が描いたやつもあるんですけど撮影が結構持ってくれてて、うん、でもなんか僕が描いたところと撮影が持ったところが
全然わかんないみたいな状況になった時に一番自分としては気持ちよさを感じますね、うん、完成画面の。わこれ自分がやったとこと他の人がやったとこわかんないのはすげえいいなみたいな、うん、そういう完成画面の気持ちよさみたいなのは撮影すごい感じます、うん、そうですね、まあ、特にマッパの場合だといわゆる殺処理っていうのが、まあ、3D でもそうなんですけど処理したのがバレないようにやろうとしてて、はい、まあ、手入れてたりはするんですけどそれがあくまで自然にあの絵がよく見えるような CG 枠っていうのは 3D も撮影もやってるところはありますね。なんでそうですね、素材入れたりとか色変えたりとかってするのも、まあ、あたかも上から足したような感じにならないようにそう、ね、あの自然あいいじゃんってなるようなのを目指してやってるってことありますね。そういうカットできた時がすげえ完成画面で、まあ、やってよかったなって思う瞬間ですね、うん、僕的には、うん、ではではお時間もそろそろ来てしまったんですが大量にコメントをいただいていてもうなんだか申し訳ないのでちょっと最初の方の質問を少しだけ拾いたいと思います。ですね、乙骨と下等のバトルで下等の持つ、なんだろう、んーちょっとなんか下等の持つなんとかの重力から目が離せませんでしたと。すみません、ちょっと読めませんね、これ。3本あるヌンチャクの動きについてこだわりや苦労した点があれば教えてくださいということですね。いやこれは結構しんどかったですね。まあ結構みんなアニメーター見てると思うんですけどやっぱ三節棍使ってるのって基本的にあのジェットリーしかいないんですよ。ああ扱えないんですかね、みんなジェットリーぐらいじゃないか、まあ、アクション映画とかいっぱい、そうですね、いっぱい見てるんですけどやっぱジェットリーだなみたいになっちゃうところもあって、まあ、せっかく三節棍なんでちょっとなんかやっぱ刀を絡め取るみたいな特徴的な三節棍特有のアクションはやりたいなっていうのはまず書き始める前から結構コンセプトがありましたね。なんかもうちょっとね、できてもよかったんですけど、まあでもあんまりと、それは個人的な課題なんで、あれですけど、まあ結構意識はしましたね、はい。うん、はい、じゃあ、あともう一つ質問を拾いたいと思いますね。呪術廻戦ゼロは制作期間がタイトだったようですが、1日の作業時間はどのくらいでしたか？いや、1日中です、それは。いや、まあ、ちょっと人によるかもしれないですけど、ね。いや、僕は寝て起きてやってます、ね。寝るか、仕事するか、制作からの電話も無視し。いや、ちょっと今回はそんなに無視もしたかな。まあまあ、まあまあ、ずっとやってたかもしれないです。で、まあまあ、なんか具体的なスケジュール言うと、ダメらしいんで、ダメらしいっていうか、ちょっとダメだよみたいな、ちょっと案に言われたんであれですけど、まあ、基本、呪術廻戦であれっていうよりは、普通に寝て仕事する以外やってることないですけどね、普通に。まあ、他、趣味も特にないんで、大体仕事してますかね。はい、すみません、ちょっとプライベートが面白くない人間で、マジで申し訳ないんですけど、でも、結構プライベート充実してるっていうのは大事だと思いますね。それがやっぱ引き出しにつながるんで、あんまりこんな、ちょっと僕みたいな仕事しかしてないみたいなやつは、あんまりアニメーターとしては信用できないかなって、個人的には思うですね。もうちょっとプライベート充実させたいみたいなところあります。映画素晴らしいんで、もうありがとうございます。すいません、まあ、だからこそ、まあ、あの熱量の曲線が描けるんだと思いますけれどもね、うん、はい、ではでは、ちょっとお時間が完全に押しておりますのでお名残惜しいですが、この辺りにしたいと思います。はい、はいはい、マコさん、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にですね、 CG ワールドからのお知らせをさせていただきます。スライドの切り替えをお願いいたします。CG ワールドの楽しみ方、大きく分けて3種類ございます。まず CG ワールド JP は無料でお楽しみいただけます。今ちょっと懐が寂しいけれども、まあ、業界動向はそれでも追いかけたいよという方はぜひ CG ワールド JP をご覧いただきますようよろしくお願いいたします。で、とりあえず、劇場版呪術廻戦ゼロの記事は読みたいという方には一冊買いがおすすめです。
紙あるいは電子でお買い求めいただけます。業界動向から深掘り情報までガンガン吸収したいという方にはリモートワーククリエイター応援プランがおすすめです。1冊550円で毎月紙の月刊誌を指定住所にお送りいたします。応援プランは CG ワールドの今後への期待の表れでもあるので、編集部としては数が増えるほど嬉しくもあり気合も入ります。3月以降も自信を持っておすすめできる特集を企画しておりますので、この機会にぜひご加入ください。こちら、CG ワールド、定期購読応援プランの、ご紹介スライドになります。でまたですね、応援プランにお申し込みいただくと CG ワールドアーカイブもご覧いただけます。有名作のメイキング、 CG アートのスキルアップ講座など100タイトル以上の動画を取り揃えております。こちらのスライドで最後になります。3月12日土曜日、13日日曜日に CG ワールドマスタークラスの第7弾を開催します。こちらオンラインの有料セミナーです。今回はイラストコンセプトアートとアニメーションの2コースで実施します。国内外で活躍するアーティストや学者さんが講師となってさまざまなノウハウをお伝えいたします。若杉さんはアニメーションの動きを決める選択の極意と題した講義を行います。この講義どんな感じですか、若杉さん。そうですね、僕の講義は、まあ、基本的にはアクティングというか演技、アニメーションにおける演技についてどういう動きをしたら正しく見えるかだったり、自分が伝えたいことが伝わるかみたいな、まあ、映画を題材にしてちょっといろいろお話ししようかなと思ってます。はい、はい。では第1部以上となります。でもう一度スタジオカメラ全体引きでお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。そして丹那さん、藤本さん、ご登場いただきありがとうございました。本日貴重な動画をたくさん見せていただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。では、最後のお知らせ、これから30分の中断を挟みまして、第2部ではデジタルアーティスト注目機能報告会をパソコン工房さんの協賛でお届けします。今回はリアルタイム VFX ツールエンバージェンの使いどころと利点に迫ります。ゲストとしてプロダクション IG の高鴨博人さん、それから田中浩二さん、ステルスワークスの河野真也さんをお招きしております。引き続き CG ワールドフライデーをご視聴いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。